チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、為替スワップを中断したという威勢のいい韓国、についてです。おとといのテレビのスポーツニュースは、卓球の伊藤美誠ちゃんばかり。アスリートが上げる動画頼み。テレビの番組の大半は、ネット上の動画紹介。地上波テレビのあり方に、ニュースに、大いに疑問を感じるマリナです。昨日は、アメリカ雇用統計で、失業率過去最悪の 14.7% です。前の月の3倍以上の、大幅な悪化となりました。これは統計を取り始めた72年前の1948年以降最悪の水準です。世界は歴史的な転換点に来たということです。そんな中、外貨流動性事情が最近良好、韓国経済は良好ですって言っている韓国銀行。今日のニュースがあまりにもおまぬけだったので取り上げます。まずは中央日報から。外貨流動性事情が最近良好な流れを見せている点を考慮し、韓国銀行が当分韓米通貨スワップ契約に伴うドル供給入札を中断することにした。韓国銀行は6日、通貨スワップ資金6時入札締め切りのちに結果資料を出し、最近持続的なロンドン銀行間取引金利下落、スワップレート上昇、外貨預金増加などに照らし、外貨流動性事情は良好な流れを継続していると見られる。これを反映して、当分入札を中断し、市場環境をモニタリングする計画、と明らかにした。韓米通貨スワップって、言ってる時点でお花畑なのですが、面白いですね。言い方を変えるだけで、経済の状況が最悪でも、あたかも韓国経済が上昇しているようによく聞こえてくるのが、韓国のマスメディア。それに引き換え、日本はその逆で、あることの状況が悪かった場合、その結果以上の悪い状況をかき立てるのが、日本のマスメディア。まあ、どっちもどっちなんですけど、マスメディアに関して言えば、韓国の方が、まだマシに聞こえるのは、マリナだけでしょうか。それは自国を貶めるようなことはしないからです。韓国銀行が当分韓米通貨スワップ契約に伴う、ドル供給入札を中断する、と一方的な言い回し、相変わらず威勢がいいですよね。このチャンネルでは何度も言っているのですが、通貨スワップではなく、為替スワップなのです。韓国で考えられている米韓スワップ協定とは、ドルとウォンの通貨の交換ではないのですよ。援助や支援でもありません。初めて視聴する方がいるので、ここでおさらいをしておきます。通貨スワップとは、自国の通貨が下落や信用の低下で、ドル決済が必要な時があった場合、ドルが必要になります。外貨準備金などある程度保有していれば、それなりに耐えられるようですが、ドルが足らなくなると、その国そのものが、デフォルトに落ちる可能性がぐっと上がります。この時、通貨スワップを国同士で締結しておくと、ドルを調達できるので、時間稼ぎができます。返済も長めに設定されており、締結しているだけでも信用を得られるので、通貨の弱い国は結んでおいて損は全くありません。本来協定なのでウィンウィンであるべきでしょうが、実際は通貨の弱い国への援助です。以前締結していた日韓スワップ協定は韓国の援助であり、日本にメリットは全くありません。強いて言えば在韓日本企業への支払いのためです。流通がなければ必要ありません。日本はアメリカはじめ基本通貨国ハードカレンシーとは通貨協定を結んでおり、日米通貨スワップ協定なら、無制限、無期限でドルを融通できます。日本の通貨、円は、ドルに次ぐ信用通貨です。今回韓国とアメリカがした為替スワップは、基本的には同じような仕組みで、ドル資金が不足しないように、FRB が事前に危険国に対して、スワップを締結したということのようです。韓国がドル不足になると、進出しているアメリカ企業に影響が出るので、その予防のため、その証拠に FRB はオーストラリア、ブラジル、
韓国、メキシコ、シンガポール、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、ニュージーランドの中央銀行と締結しています。要はドルがないと、脆弱とされている国です。その脆弱という国に韓国が選ばれたというか、呼ばれたということです。通貨スワップと為替スワップとの大きな違いは、為替介入には使えないのです。各国の中央銀行経由で、各民間銀行に FRB から直接の、ドルの貸し付けです。民間銀行は、担保や金利を支払う必要も出てきます。だから、ドル供給入札を中断した、威勢のいいような話では全くないのです。世界が不況になると、アメリカの企業が、他国から引き上げる傾向にあるため、その国の通貨をドルに変えます。その資金を枯渇させないため、FRB が直接、ドルの貸し付けをしただけの話です。FRB は、世界のドル資金調達市場で見られる、緊張及び国内外での家計と、企業への信用供与における緊張を、緩和させることが目的、です。半年の返済期間、9月までの6ヶ月と短い設定です。だから、マリナ含めて視聴者様は、大丈夫なのって、疑っているっていうか、楽しんでいるのですが、理解できましたでしょうか。米韓が為替スワップを600億ドル、約6兆円、結びました。やはり、アメリカという国は、すごいなと思います。トランプ大統領は、韓国切りを進めていて、中韓米軍経費でさえ、韓国に法外な金額を、ふっかけて交渉してきます。そのアメリカが、韓国に、援助、や、支援、をするわけがありません。明らかに、米韓スワップ協定は、アメリカが外貨の乏しい韓国に要求したもので、その意味は、貿易代金はきちっとドルで支払えよ。万が一、支払いが遅れると韓国政府の資産でさえ、差し押さえるからな、わかっているな、と言っているのです。そのこと、韓国国民は、わかっているのかな？面白そうですね。現在の韓国が、為替スワップ契約に伴う、ドル供給入札を中断しているのは、新型ウイルスによって、貿易がストップしてるから、決済のドルが、現在必要ないってだけの話です。そうなると、いつもの為替介入は、現在持っている外貨準備高で、ウォン安を食い止めなくてはなりません。韓国は、4000億ドルの外貨準備があると言っていますが、FRB からの為替スワップ、200億ドルを借りたということは、実際、200億ドル程度の外貨も、なかったってことになるのですが、なんか先が見えてきましたね。9日3時現在、ドル円、1ドル 106.60 円、ドルウォンは、1ドル1220ウォン。ちなみに、外需が 70% 以上の韓国経済、韓国の為替の許容範囲は、極端に狭いです。1100から1150ウォンがベスト。1200ウォン以上でレッドライン。990ウォン以下でもレッドライン。韓国輸入企業、損益分岐点と言われているレートは、金属製品、1263ウォン。化学製品、1165ウォン。繊維製品、1150ウォン。機械、1147ウォン。電気電子、1145ウォン。鉱物、1138ウォン。金属製品以外は全部下回っています。さあ、これからの展開、どうなっていくのでしょうか。お楽しみに。マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。